こんにちは、パタヤチャンネルです。今回もバンコク編になります。過去最高に死ぬほど食べまくったヤムチャ食べ放題がすごく安かったのでご紹介したいと思います。かなりの量を食べちゃってますので覚悟して見ていただければと思います。場所は BTS 麻生区駅の南側の真下にあります。めちゃめちゃ立地がいい場所にあるお店なんですが、歴史もかなり古くて今年で148年というお店になります。香港風の広東料理を出すお店になりまして、トンキーレストランと言います。毎日朝8時半から17時半まで営業してます。今回目的のヤムチャバイキングも毎日11時から14時までやってます。奥のスペースのクーラーが入った席に案内されました。ヤムチャは全部で6、70種類あるようで、テーブルに置いてあったメニュー表には21個載ってるんですけども、これ以外にも QR コードで読み取ってネットで見ることができるメニュー表もありました。ヤムチャバイキングの注文と撮影許可をいただいたところ、かなり快く OK してくれまして、ちょっと待ってねということで、少し待ってたらとんでもないことになってしまいました。まだ一切何も注文してなかったんですけども、じゃんじゃんと料理が運ばれてきちゃいました。撮影ということに敏感に反応していただいたのか、気づいた時にはもうテーブルの上はいっぱいになっちゃってました。当初の予定では少しずつオーダーしてゆっくり食べようと思ってたんですけども、もうこの際思い切ってがっつり食べることにしました。今回一人で来たんですが、テーブルの上はこんなような状態になってました。テーブルの上の調味料はタイ風のものからヤムチャ専用のものまでいろいろ置いてありました。まずこちらが天津に合いそうな醤油系のタレになります。そしてもう一つは揚げ物につけるであろう甘いタレがありました。そして特にドリンクは注文してないんですけれども、無条件でこちら39バーツのお茶が出てきます。少し甘めのお茶になるんですが、おかわり自由のお茶になります。ということで順番に食べたものをご紹介していこうと思います。こちら揚げ餃子と書いてあったんですけども、ワンタンの唐揚げのようなものが出てきました。中身は少量のミンチ肉だと思うんですけども、あまりよく分かりませんでした。続きましてこちらはお米のシートで包まれた料理になるんですが、中にはハムが入ってました。あんかけソースもしっかりとかかってまして美味しかったです。そしてどう見てもタイ料理なんですが、トムタムタイが一皿紛れ込んでました。そしてこの四角い何かわからない揚げ物なんですけれども、下にある黒いタレが甘くてあんまり美味しくなかったです。続いてこちら椎茸かと思って美味しそうだなと思って食べてみたら全く違うものでした。中には紅芋のあんみたいなものが入ってました。続いて野菜たっぷりの生春巻きになります。中には大きな中華ハムも入ってました。これもいまいちよくわからないんですが、パンの上に何か塗ってあって揚げてあります。こちら小鉢に鶏が入ってるなと思って見てみたんですけれども、下にご飯が入ってまして顔まんがいになってました。そしてやっとお皿の方が終わりまして、せいろに入ってる天津の方をご紹介していこうと思います。種類がめちゃめちゃ多くありまして、こちらもしめじをミンチ肉で巻いたものになります。さらにこちらもミンチ肉の上に乗っかっているのはイサンの甘いソーセージになります。こちらはゴーヤの中にミンチ肉が入っているものになります。すごくいろいろ凝ったものが熱々の状態で出てきますので、どれも美味しくいただけます。そしてまだ一番最初に出てきたものを全て取り切ってないんですけども、さらに4つの点心が出てきちゃいました。テーブルはこんな感じになっちゃってたんですが、もう一度言いますけれども一人で食べに来てます。ということで、せっかく熱々の4種類が届きましたので、そちらを先にご紹介しようと思うんですが、お店のおすすめのようです。まずこちらがカニシューマイになります。一目でわかるんですけども、上にカニの身がたっぷりと乗っかってます。続いて海苔で包んである餃子になります。結構お店のオリジナルのものも多いんじゃないかなと思います。
そしてこちらのエビシューマイはプリプリのエビが中に入ってまして、すごく美味しかったです。続きまして、こちらもエビ餃子になります。この辺は定番になると思うんですけれども、お店のおすすめだけありまして、すごく美味しかったです。そしてこちらは見かけは普通の餃子なんですけれども、皮の奥に黒っぽいものが見えてたので、中何かなと思って食べたところ、とろみのついた肉のあんが入ってました。そしてこちらはブロッコリーとミンチ肉が一緒に蒸されているものになります。結構野菜と一緒に蒸されているメニューもありますので、少しではあるんですけども、野菜も一緒に取れるというのはいいなと思いました。そしてこれはタイらしいなと思ったんですけれども、ミンチ肉の上にカニカマが乗っかっているものになります。続きまして、お肉の上にドーナツのようなものが乗っかってたんですけども、食べてみてもいまいち何かよく分かりませんでした。それぞれ味も微妙に違ってましたので、すごく食べやすかったです。ここからは追加注文になります。23皿目は春巻きを注文したんですけれども、一つで出てくるのがありがたいです。さらに3皿追加で注文しまして、現在26皿になりました。先ほど食べて美味しかったエビシューマイになります。そしてちょっと珍しかったんですけれども、塩卵のシューマイになります。上に乗ってるのが塩卵の黄身だと思います。そしてこちらがロールキャベツ風に白菜が巻いてありました。塩卵の黄身はもっとしょっぱいのかなと思ったんですけども、程よい塩分で美味しかったです。もうこの辺りで結構お腹はいっぱいだったんですけども、じゃんじゃんと食べ進めていきました。そして頼んだ覚えがないようなものが運ばれてきたんですけども、よく見るとワンタンスープですごく美味しそうでしたので、そのままいただくことにしました。醤油系のスープの中に大きなワンタンが入ってますし、チャーシューもしっかりと入ってました。ちょうどいい感じでお腹がいっぱいになりましたので、最後にデザートで締めることにしました。写真を見て注文したんですけれども、僕のイメージとしましてはごま団子みたいなものが出てくるのかなと思ったんですけども、中にカスタードのようなものがいっぱい詰まった揚げまんじゅうで、すごく美味しかったです。1時間ぐらい食べ続けまして、12時頃にはお店はかなりいっぱいになってました。もうこれで終了してもよかったんですけれども、ウェイターの子がおすすめの料理があるけどどうですかということですので、2ついただいちゃいました。ラートナーのようなお肉と野菜がたっぷりの麺料理が出てきました。小さいから大丈夫だよということでオーダーしたんですけども、意外に量がありました。一つは千屋のような太い麺が入ってまして、もう一つ頼んだ麺はバーミーが入ってました。似たような味付けではあったんですけども、具材が全く違ってましたので、まだ食べやすかったです。さすがにもうお腹いっぱいで限界で食べれないという時に、なんとだいぶ前に注文した2皿が出てきちゃいました。先ほども食べて美味しかったエビ餃子と蒸したまんじゅうになります。蒸しまんじゅうの方は日本で小さい頃に食べたことがある白いまんじゅうと似たような感じでした。中身もたっぷりと詰まってました。ということで、お腹いっぱいになってからさらに何品か食べてしまいましたので、動くのも大変だったんですけども、お会計しようかなと思ったら注文したのを忘れてたものが出てきちゃいました。完全に忘れてたんですけども、絶対食べたいと思ってたので、お腹いっぱいでかなり苦しかったんですけども、最後まで美味しくいただきました。そしてお会計の方はヤムチャ食べ放題が218バーツで、お茶が39バーツということで、合計257バーツでとんでもない量をいただきました。以上、今回はバンコクで激安のヤムチャ食べ放題が食べられるお店ご紹介させていただきました。この後お腹いっぱいで死にそうになりながら IKEA に家具を買いに行きましたので、その様子サブチャンネルでアップしてますので、よかったらご覧いただければと思います。次回木曜日の動画はドイツ料理のブランチバイキング第2弾をお届けしますので、ぜひご覧ください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、
配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いします。ありがとうございました。